こんにちは、請求列車の客人。私はラフ、天白氏の玉空。ようこそ泉州へ。今日は出航日和ね。そうでしょ？整備士に飛行士、軍備士、そして管制士。私は天白氏のすべての職に就いたことがあるの。あっという間に今に至ったわね。離陸から着陸まで終えて初めて円満で完璧な飛行だったと言えるの。天白氏の現在と過去はただの新旧という関係じゃない。過去に起きたいろいろな出来事が今日の飛躍につながっているのよ。私は雲を見るのが好きなの。つまり星雲の変化のことね。天白氏が制御している泉州の空域も星雲には瞬く間に消える跡しか残せない。星雲こそ真の空の主よ。宇宙の星々に比べたら私たちの命は陽炎のように短い。泉州が本当の勝利をつかむ瞬間をこの目で見られるといいんだけど。歴史の中で天白氏は12回儒家の王に立ち向かったことがある。そして3回も廃墟となってしまい、今もなお屹立しているわ。私は死した太陽が放つ最後の光を見た。活性化した惑星が血肉のように湧き立つ瞬間を見た。定休の指名の矢が光年先に飛びゆく様を、流行天君の交際欲望が火に燃え裂ける様を見た。ああ見えて将軍様は泉州の諸業務を心に留めているのよ。剣は長く箱にしまっておくと鞘から抜いてほしいと泣き始める。けど一度でも抜いてしまえば剣は血に染まるか折れるかの結末しか迎えられないのよ。泉州は武器を持つ勇ましい戦士を必要としているけど、彼女のように悠々と流れる水のような人も必要なの。無鉄砲だけど熱意に溢れた子ね。あの子を侮らない方がいいわ。若い子はその情熱だけで多くのことをなせるから。生まれながらにして流尊とされているけれど、それは白露様の意志とは関係ない。でも寛役の流女という称号は間違いなく彼女の卓越した医術に由来するものよ。その名前を口にしてはいけない。ずっと前から禁じられている言葉よ。